皆様こんばんは。 LJL2021 サマースプリットプレイオフラウンド2マッチ1の模様をお送りしております。さあゲーム2ではラスカルジェスタが勝利を収めました。はい、それではここでゲーム2のブレイクダウンを確認していきましょう。はい、ということでまずは家川さんいかがでしたか。いやすごいゲームでしたね。はい、すごかった。まあこのゴールドのね、はい、グラフを見ていただくと分かりますけど、もう最後の最後にちょっとこう、はい、ブルーサイドのラスカルジェスターに傾いてっていうような試合展開だったわけですけど、まあこれを見ても分かる通り本当に終始デトネーションフォーカスミーが有利を築けていった、はい、それもかなり確固たるものだったので、はい、いやちょっとその中でいやまさかというところでしたけれども、まあその逆転を引き寄せたのはもうなんといってもラスカルジェスターのこれボットレーンの足りいいでしょうね。ソウル選手そしてシークレット選手、この両名のその苦しいところでももうワンチャンスをつかむその意識の高さ、はい、いやそれが本当にこの勝利を逆転勝利を呼び寄せたなという気がしますね。そして湯川さん、あ、いや、ヒクレタさんいかがでしたか。そうですね、まあ、フォーカスミーはそのダメージのグラフを見てもやっぱりそのゾーイとバルスがポークをしっかりしてっていうところが中心となっていた構成だっただけに、本当に最後 あのラスカルジェスのバロンラッシュもうポークをさせる間を与えずにそのまま集団戦に持ち込んだっていうあの動きが本当に綺麗に刺さったなというふうな印象が強かったですね。本当にゴールドのところでは圧倒的にずっと負けてましたからね。そうですよね。そう、どうなのかなと思ってたんですけど最後の最後で盛り返しましたね。いやすごかったですね。さあ他は家川さんいかがでしょうか。そうですね、僕の方からはそのデトネーションフォーカスミーはまずこの試合というのは、はい、終始、本当に最終盤まで有利を取ってたわけなんですよね、はい、で、ドラフトをこう見ていくと、はい、今回ラスカルジェスターはボットレーンで勝負に行くピックっていうのを取ってきてるんですよね。このカリスタがそうなんです。カリスタレルというピックを取って、ボットレーン勝負に行くよっていうのを見せてるんですよね。そこに対してのデトネーションフォーカスミーの対応っていうのがその序盤中盤にかけて非常に見事だったので、まあ、そこについてちょっと動画も絡めながら、改めて、振り返っていけたらなと思います。本当に、まあ、試合を見てもですね、はいはい、最序盤がまずこうラスカルジェスターとしてはやはりボットレーンカリスタを取っているので、まあ、どんどんと、有利を広げていきたい、はい、まあ、その上でまあこうヘラルドの選択をするんですけど、ここもデトネーションを起こすに一切このヘラルド前でのファイトっていうのを行わない選択を取りました、うん、そして、まあ、ボットサイドここのタイミングでドレイクがアップしている、はい、でボットサイドにこう全体的にデトネーションフォーカスミーとしては動いていくんですけれども、まあ、このドレイクに対しても大きくあのオブジェクトファイトを狙うということはしないんですよね。もうここも先にラスカルジェスターが先手を始めてるんですけど、はい、もうポークを少しする程度でずっとデトネーションフォーカスミーとしては低めの位置、そして注目してほしいのがボットレーンの置かれているワードの量なんですよね。コントロールワードがトライブッシュ、そしてグロンプの裏にあるブッシュ、小さなブッシュのところにコントロールワードを置いて、ここラスカルジェスターとしてはタワーダイブを見たいのでしっかりと破壊を継続して行っていくんですけれども、何度も何度も必要にデトネーションフォーカスミーがこの視界ずっと取り続けるんですね、はい、それがこのタワーダイブをカウンターするっていうプレーにつながるんですけど、まあ、これでアリア選手の寄りっていうのが完全にラスカルジェスターとしてはタイミングが分からなかった、はい、だからこそこうボットレーンタワーダイブするんですけれども、予想以上に早い合流からデトネーションフォーカスミーのカウンターの形っていうのがうまく決まってますよね。うーん、これはそのデトネーションフォーカスミーがオブジェクトファイト を一切しないっていう選択をチーム全体で行っていて、はい、だからこそ視界のコントロールに専念することができた、そしてその視界のコントロールからカウンターのアクションをきっちりとつなげている、うん、ここのシーンなんかで、まあ、かなりそのデトネーションフォーカスミーとしてはゴールドも集められましたし、はい、ラスカルジェスターのなんといっても狙いのボットレーンでのアクションというのを潰すことができたので、うん、大きく有利を作ることができたシーンだったんですよね、うん、ただ、はい、ラスカルジェスターのソウル選手とシークレット選手の、はい、まあ、カリスタとレルは、はい、序盤たとえ崩されてもというところがこの試合はありましたかね。しのげばいけるぞみたいなところがあったんでしょうかね。本来はそういうピックなんですよね、カリスタっていうのは。どうしてもレイトゲームのスケールってあまり高くないチャンピオンですので、うん、なるほど。リクルさんいかがでしょうか、気になる点。そうですね、まあ、大きく分けて重要だった集団戦が2つ、まあ、特にラスカルジェスターにとってですね、はい、2つあったと思うんですよね。その1個目が3つ目のドレイク、まあ、カリスタを取った時に通常そのボット、まあ、オブジェクトコントロールの強さを生かしてボット勝って2つドレイクを先行して抑える、ラスカルジェスターはそこまでできて、で3つ目のドレイクを取る際に、まあ、じゃあその準備はどうしようかっていうところだったんですけど、まあ、まずレルがドラゴン周りのワードの展開を行っていくんですね。
ドラゴンファイトの前にワードをいくつか展開していくんですけど、まあワードに大きく2つ役割があって、まあ、視界のコントロールを取ることと、あとはテレポート用に、設置しておく、まあ、この2つがあるんですけど、そのワードをここバルスがまずアンブラルグレーブで叩いて壊して、でもう1つレーンにもワードを置くんですね。だからこれもゲン選手がしっかりと赤トリンケットで壊していると。で一旦この状況で止めていただけると分かるんですけど、でこれで視界のコントロールが、まあ、ほとんどない状況、ブッシュには刺さってますけど、はい、あれももう少しで壊れる。でなおかつラインがデトネーションフォーカスにしっかりきれいにできていて、リバーンに近寄れないんですね、はい、ラスカルジェスターは。近寄ろうとするとフォークを受けてしまうということで、まあ、このあとどうなるかっていうと、こう強引に入っていくことはするんですけど、ゾーイのフォークを受けてしまって、レル、そしてレネクトンの財力が削られると。でこのままはいけないので、ラスカルジェスターはぐるっと回って下側から行く。コントロールワードを下側にはさせているので、こっち側には視界ないことが分かっているんですね。ですから下側から入っていって、無理やりドレイクファイトに持ち込む、この判断はラスカルジェスター非常に良かったんですよ。ただこの後ラスカルジェスターとしては全体に集団戦を仕掛けようとするんですけど、ワードの2つ目の役割、テレポートの H を作れるっていうところが、まあ、この後重要になってくるんですね。でここからカリスタが集団戦を起こしに行こうとするんですよね。でここで止めると、でさっき言ったテレポート用のワード、ここ本当にそのトップ側のリバーブッシュにしか置けてないので、ここに飛ぶしかなかったんですね。で今カリスタがエンゲージをしたいんですけど、ティナツ選手はもうここに飛ぶしかないんで、裏から巻いたいから、で飛ぶんですけどめちゃくちゃ遠いんですよ。でこのあと集団戦がどうなったかっていうと、綺麗にレルは入っていける、ダイアナもそこに合わせて入っていけるんですけど、レネクトンがあと一歩間に合わないんですよ。さっきバルスが消したワード、レオナーゲン選手が消したレーンワード、どちらかが残っていればそこに飛んでこのエンゲージに合わせられただけに、ラスカルジェスタとしてはもう本当にフォーカスミの視界のコントロールに一手遅れを取ってしまった。これだけエンゲージがきれいに決められているんですけど、決めきれなかった要因というのはここにありましたね。本当にこの3つ目のドレイクっていうのがカリスタを取った上では非常に重要だったんですけど、そこの視界のコントロールでフォーカスミが一歩上回った、そういったシーンでしたね。なるほど。さあ他気になるところ、リクルさん。そして、はい、もう一つラスカルジェスタが重要だった集団戦、まあちょっと、ブレイクダウンのところでもちらっと言ったんですけど、はい、最後のバロンですね、フォーカスミーの構成はポークが非常に重要な構成だというところをついて、一気にバロンラッシュをして、はい、もうバロン取られてもいいから、すぐさまエンゲージができるような状況というのを作り出そうというところだったんですけど、レルが入っていってナーのアルティメットが若干ずれたことによってカリスタに届かなかったんですね。シンドラにもほとんどダメージが入っていないと。でそこの状況を生かして、前に前にカリスタがステップを踏んでいって、もうゾーイとバルスっていうフォークをあらたかじめ体力削っておかないといけない構成を飲み込んだ。これがもうラスカルジェスターの構成の意図をここまでゲーム時間を長引かせたことによって生かせたっていうところでしたね、はい、本当に粘り強さが出たシーンだったというふうに言えると思いますね。いやーでも粘り強い、すごい試合でしたね。やっぱ次はカリスタバンされるんですかね、うん、考えてもいいかもしれないです ね、 そこもちょっとカリスタもバンだと思いますね本当に、はい、そこも注目してご覧いただきましょう。これで1本ずつ取ったということで、続きまして BO5 ゲーム3まもなくです。さあデトネーションオカスミ VS ラスカルジェスターということでね、ゲーム3やってきました。どうしたもんかと思ったんですが、ラスカルジェスター取り返しましたよ。ただ、まあ、試合時間20分25分のところまではデトネーションオカスミが有利作っている中で、ラスカルジェスターはその中でもゲーム2勝てたということは、後半集団戦に寄せた構成であればデトネーションオカスミに勝てると。あ、なるほど。いうことになりますから、ちょっとドラフトはそこを意識して変わってくるのかなと思います。一方でデトネーションオカスミからすると、まあちょっとカリスタはバンと、はい、いうことにはなると思いますね。でもレート寄りのチャンピオンではないですけどね、カリスタは。ただそれでもそこまで暴れられてしまうと、まあ、バンせざるを得ないのかな。もしくは、まあ、カリスタ取られても大丈夫なようにトリスターナとか、まあ、そういったチャンピオンを当てるという手もあるかなと思いますね。なるほど、まあ、何にせよ DPS ちょっと確保というところあるでしょうね。さあそれではドラフトです。ブルーサイドデトネーションカスピー、レッドサイドラスカルでした。サイドの選択権はデトネーションカスピーが使用しており、ブルーサイド選択、カリスタターゲットバンしました、まあ、ですよねと。ただこれでファーストピックトランドル、あーもうティアターゴッドのようですね。そのようですね。
まあ、先ほども実はトランドルがサポートでピックできていればデテンションフォーカスミはスノーボールできたかなという感じもしたので、やはりポーク構成とトランドルが非常に相性がいいんですよね、なので特に今回もバルス・トランドルという組み合わせは意図的に狙っていくのかなと思いますね。それに対してシンドラもやはり評価高い、レネクトン、ラスカルでした。さあ連強者の2体を抑えていくと、レネクトンも、まあ、途中連の主導権取られて苦しかったですけど集団戦のパフォーマンスは非常に良かったですし、ここはいいピックになっていくかなと思いますね。そして変えません、デトネーションカスに。さあ問題はここです、ラスカルでした。リーシンを取るのか、シンジャオを取るのか、ダイアナを取るのか、はたまた別のチャンピオンを取るのか。アリスター、おお、ジャングルを決めない。まあ、これでまたサイラスは必ずバーンしなければなりますよね。そうですね、そうですね、アリスターのアルティメットはダメですからね、はい、ここはサイラス必ずバーン。ただアリスターというのはちょっと意外な、うん、まあ、レオナに対してアリスターはまあ、攻めるも守るも、有利を作れるのでカウンターピックになってます。ただボットの 2v2 のところでアリスターはどうしてもレーンのプレッシャーがほとんど、まあ、ポーク離すができないチャンピオンになってますから、ボットの 2v2 で体力のアドバンテージを作っていくという組み合わせは少し選択しづらいのかなという感じがしますね。まあ、あと結局ディスインゲージをやろうにもこう体が前に出ちゃって結局ダメージもらっちゃうんですよね。スキルのクールタイムも長いですし、まあ、エコーとサイラスがバンになるでしょう。ラスカルデスターはここまでこうバン変えてませんから、それに対してデザインシュンフォーカスミを死んじゃおう。結構ここで2つサポートにバンを割いていましたが、サポーターが決まっているということでジャングルのバンになりそうです。オラフ、リーシン、ダイアナあたりが候補になってきますか。悩んでいますね、デトネーションオーカスミ。あ、ダイアナバン、ここで、あ、バルスを抑える。バルスであれば連戦とても強いのでアリスターとの組み合わせでもボットの 2v2 は有利作れる可能性はあります。ただここまでずっとバルスをこうオープンして、まあ、空いてるから取ってきたというような形ですからね。そうですね。そしてここでエタコン選手が陣という可能性はあると思いますね。そしてアリア選手がライズで DBS 確保。なるほど。いやー 11.15 なんですよこれが。皆さんもう ADC はねダメージをあんまり求められてないんですよ。ユーティリティですね、はい、アッシュがメタに上がっているのもね、それがメタですからね。銀の W を考えるとライズだとちょっと射程が短めですか。あ、なので明かりでばっかり飛び込んでいくところに切り替えていきますか。でもこれだと DPS が本当に低くなりますけど、集団戦で勝つ以外の選択肢はないですね、あとあんま131ですか。あ、いやでも ライズで良くないですかそれだったら。もしくは TF でも TF はレーンを弱すぎますね。そうですね、カジックスは面白いですけどね。どういった点で 1v1 のところのバーストダメージが高いので、さらにブリンクを持っているというところもありますから、トランドルのピラーといったところの影響は比較的受けづらいかなと思いましたが、ただリーシンロック。ただ今度はラスカルデスターがボットレーンバルスを早めに抑えたというちょっとドラフトの変化がありました。ボットの 2v2 のところでどちらも、まあ、ウェーブクリア能力ある程度ありますから、ダイブのセットアップからボットスノーボールという展開は少し考えづらいかなとなると、まあ、トップサイドが軸になる。でそれを考えたときに、まあ、レネクトンとリーシン、シンドラとリーシン、バーストダメージ非常に強力な組み合わせはトップとミッドで作れてますから、ラスカルデスターの方がやはり若干有利が取りやすいのかなと。デトネーションフォーカスにはトランドルと明かりですからね、合わないですよね。合わないですね。集団戦のフェーズに入れば明かりがバックラインに入っていくときの圧力というのを、トランドルのピラーと、あとジンの W とアルティメットで、あとはレオナのアルティメットもありますから、そこで操作できますから、後半になればなるほど明かりがバックラインを荒らしやすくはなります。ただしそれは後半の話ですからね。結局集団戦フェーズの話ですね、はい、序盤15分レーンフェーズは、まあ、組み合わせとしては、まあ、メリットがない組み合わせになってますから、これ
支えられますかというのは気になりますね。まあ、でも自信があるという、うん、ということだと思いますね。フリートフットワークとドランシールドの明かりで支えられると。まあ、サスティンは強力ですけどね。まあそうですね。いやでもリーシンは真の視界確保がスキルでありますから、いいで取れますからね、はい、かなり簡単にミッドガンクもできますし、あとはまああれですかね、ラスカルデスターがこうようやくボットレーンがこう放置できる ADC を取ったということで、シークレットのロームにもちょっと注目したいですよね。そうですね、この場合はかなりそこ狙っていくと思いますね。あとはまあそのファーストのヘラルドをかなり意識する展開がゲーム1ゲーム2続いている中で、かなりその FM が序盤のオブジェクトコントロール、視界のコントロール有利作れてますから、そこをラスカリアスターとしては修正できているかどうかというのもこのゲーム3はポイントになると思いますね。あとはゲーム1でのちょっとはちゃめちゃのリーシーンがちょっと良くなかったというポイントもありますから、そこがどれだけ修正が、まあ、できているのかと。リバーは6レベル以降、6レベル、まあ、9レベルぐらいまではちょっと自分たちの陣地に収めたいですよね、ラスカルジェスターからすると。これはそうですね、アドバンテージを広げていきたい、視界の有利というのはしっかりと取っておきたいですね。ガンク主体で動くのか、それとも相手のジャングルに入りに行くのか、これ結構さまざまな選択肢が、まあ、リーシンゆえにあるというのもポイントですね。ミッドのところでアリア選手に対してシンドラ・リキャップ選手が押し込めるのであれば、なおさらこうロームという選択肢も入ってきますから、ダイブのセットアップというのもありますから、ラスカルジェスターとしては、まあ、そこを適切に選びながら序盤リードを作っていけるかどうか。ただまあ序盤リードを作る構成2試合やって作れてないというのがありますからね。そうですね、確かに。あとは結局エビもこのナーナをずっと使って、結局レーンの主導権取ってますからね。そうなんですよね、気夏がちょっと取れてないというのも気になるポイントです。さあそれではゲームの方準備できましたので見ていきたいと思います。さあ始まりました、 LGL2021 サバースプリットプレイオフラウンド2マッチ1ゲーム3、デトネーションオーカスミ VS ラスカルジェスターの試合スタートです。ミニオン出撃まであと30秒。さあキーストン、そうですね、アリア選手フリートフットワークでドランシールド選択してましたね。ユタポンもフリートですか。お、シークレット選手がイグゾーストなのは明かり対策ですね。なるほど。リキャップはこうずっとフェイズラッシュですね。レーンなんか主導権欲しいんだったら結構エアリーを選択するなんていうのもちょこちょこできてきてますけど、電撃の選択もありえますよね、あとはまあ集団戦で勝つということだと思います。ゲーム2の流れを見てもラスカルジェスターは序盤のレーンフェーズのからのスノーボール、それができなければ終盤のところを耐えてソウル選手をシークレット選手のパワーで集団戦勝っていくというところが狙いだと思いますね。まあ、かなりこの2チームのマッチアップまでに時間が空きましたけど、お互いこう練習してきた内容というのがちょっと分かるようなドラフト試合の内容というようなことになっています。エアフリーではデトネーションカスミが 51% と、まあ、ほとんど有利はついてないと。そうですね、いうことになりますね。先ほどは 52% でしたからね。やっぱり序盤そうですよね、ラスカルデスターにかなり寄ると。25分までデトネーションカスミは苦しいだろうと。まあ明かりの装備が整う、あとはトランドルのレベルが上がる、そういった時間帯になりますよね、25分というのは。まあ、ゆったり戦っていくということなんでしょう。まあでもそれでも厳しい、ただでさえ連強者ですからね、シンドラは。このところもリキャップ選手はレーバーも押し込まずに、アリア選手が CS を取りに来るところを9のハラスで体力のアドバンテージを取っていくというのを徹底してますね。あとは今回ラスカルジェスターはアッシュではありませんから、こういったバーディングやあとははちゃめちゃが相手のジャングルに入りに行くことで、このスティールの位置というのを確定させなくてはいけません。
あでも互いにミラーのような動きになっています。どっちから言ってもワードに移るワーディングができているのはデトネーションオーカスミーです。これでまあ互いにジャングルのポジションを把握していると、まあこれはスカトルトレードになりますね。そうですね、レフトサイド側の鍵のコントロールをスティール選手が取って、うん、ボットだいぶアリスタがいますからね。うん、さあトップサイドにはちゃめちゃ寄りましたが、めった切り、あっと強襲当たらず、ここは当てて、まあ、決まらないにしても体力削っておきたかった場面でしたが決まりませんでした。そうですね、おっと、そしてミッドレインへスティール、次が当たっているぞ。ピラーは早めに立てて、リギャップ闇の波動フラッシュアウト、ただ当然追撃、レッドバフのスローが乗ります。ファーストブラッドスティール、まあ、リコールもしくはファームしているとミッドのガンクに来るはずがないという想定でしたね。いやー苦しい立ち上がりになりましたラスカルジェスター。デトネーションフォーカスミーからするとしてやったりというような状況です。なると、まあ仮に、まあ、ファーストブラッドではなくアシストですからまだマシではありますけど、いやでもディヴァインサンダラー早めにできるの結構よろしくないですよ。よろしくないですね、ジャングルのリードが作れる可能性が減りましたからね。装備さえ整えばトランドル VS リーシンでトランドル勝ちますからね。勝ちますね、というか9のレベルが上がればほぼ勝てる、はい、9の性能がちょっとズバ抜けてますからね。あれなんであんなにおかしな性能してるんですか。自分の AD 上げて相手の AD を下げる、いやなんならスローついてますし、はい、75% ですよ、だってスローパーセント。ファイターに対してのワンビーマンほぼほぼ勝ちますよね。はい、はい、そうですね、今レベル5ですからレベル3ですけど、あの自身の AD が30増加、噛みついた相手の対象の AD15 下げるそうです。いやこれはレネクトンもちょっと反撃はできないでしょうね。3名で囲んで噛みついて、いやーキナツフラッシュは温存しました。蹴る獲得はまたしてもスティールになっています。ゲーム3にして初めてゲン選手がこの5分の段階でトップにロームしましたね。これは今までの流れと違うので、まあ無理ですね。まあでもこれがジン VS バルスのマッチアップの時にサポートがしなければ、そうですね、しなければいけないことですね。だってボットレーンバルスは9と E のウェーブクリアがありますし、ジンは9とあとまあ罠をミニオンのウェーブの通路に置いとけばウェーブクリアを一瞬にして行えますから、ライブのセットアップできるはずがないんですよね。やることないんですよね、はい、なのでまあ両サポートは動き出していくと。2日前ほどにあのデータでね、あのボットレーンのデュオの時間が LGL が一番長いっていうデータが出てましたね、はい、出てましたけどね、 55% ボットレーンでデュオする率というのがねありましたね。まあそれはやはりアフェリオスやジンクスのようなハイパーキャリーを使う、そういう地域でもあるからこそですね。ただジンやバルスジグスを使うのであれば、まあサポートはボットレーンから離れますね、うん。ちなみに一番短いのは LCS だそうですね。 LCS はまあコア JJ のせいというのもありますけど 33% だそうです、ね、確か。なんかボットにほとんどいませんでしたしね。そうですね、ジェニスプレード、自身のカバー間に合いますか。さあクレンズを使ってソウルが逃げようとしています。フラッシュアウト、おっとこれはシークレットもフラッシュが落ちました。ハチャメチャのカバーは入りましたが、これあのアリア選手の方が先にリキャップ選手にこの時間先に動けているというのがもうラスカルジェスターとしては苦しいですね。それだけで苦しいんですか。今のところ本来だとリキャップ選手がミッドを押し込んでいて、リキャップ選手が先に寄れるので反転のタイミングのはずなんですが、アリア選手の方が先にポジションを取れているのでラスカルジェスターは戦えないと。もうなんでしょうね、キルプレッシャーでちょっとコントロールしてないですか。スキルでウェーブクリアになってますね。オードタクシーにいけないですね、なんとかこう体力の有利というのをリキャップとしては作らないといけませんが、主導権といってもいっぱいありますからね。ミニオンのクリアが早いだとか
あとは体力を削ってミニオンに触らせないようにするだとか、こういった形でキルプレッシャーでミニオンのウェーブの、まあ、流れをコントロールするというのもありますね。いやこれもアリアが先に動いたぞ。リフトヘラルドに触ったのはデトネーションフォーカスミー。シークレットもよりが遅れています。もうゲンはすでにこの画面の中にいる。これはラスカルジェスターアクセスは無理そうです。ただ終えたところ捕まえようとしてますね。ええー、シチュエーション入った。いやただピラーめった切りのスタンでスティール動けない。これはキナスいい入りだと思いきや、さあ右の方でも 2V にアリアがイグゾスをもらいながら暴れていますが、キル獲得先にしたのはラスカルジェスター。さらには完成はちゃめちゃもう1キルと狙いましたが、アリアには届きません。そこにソウルが寄ってくる。汚れの連鎖を持っているぞ。まずは健康に敵、ここは届きませんでした。互いに1キルずつ獲得、そしてリフトヘラルド獲得したのはデトネーションカスミです。このままラスカルジェスターはドラゴンを取ってという形になりますね。さあリプレイ、ここ遅れてでも入ってファイトしていくという形でチーム全体で動けたというのは非常に良かったと思いますね。スティール選手がピラー使ったんですけど、自分の逃げるルートも消しちゃいましたね。なんか悲しみの、あとやはりこの時間帯のピラーのスロー効果というのは、まあ、特別高くはないので回答はできませんでしたね。バルスが来るの分かっているので、キナツ選手がギリギリまでエビ選手を引っ付ける動きを取ったのは面白かったですが、1-1 トレードと言いましたが、あの1キルでしたね。ラスカルジェスターが一方的にキルを獲得していました。このドラゴンは取らなかったようですね。ああ本当ですね。ウェーブ処理をちょっと優先させたということのようです。取れそうな流れも見えました。そうですよね、取ってもよかったような。こうまたレートになるとラスカルジェスターとしてはちょっと苦しいんですよね、構成的には。そうですね、まあ、決して、デテンションフォーカスミーに劣るわけではないですけども、ええ、やはりこう DPS が特別高いわけでもないので、さらにサイトの 1V1 のところで明かりが振動に対して有利を作れるような形もデテンションフォーカスミーも作れてますから、中盤以降のサイドのウェブマネジメントというのがちょっとラスカジェスは苦しそうかなというのはありますね。そう考えると結構早めのドラゴンを抑えて、あの取れなかった時の、まあ、保険になりますから、そう考えるとなおさらこう狙ってもよかったかなと思いますが、面白いのがソウル選手がドラゴンを先に買っていますね。おお確かにこれでパースパイクは少し早まりますね。まあ、バルス溜めるの大変なんですよね。そうなんですよね。なのでさっさと、まあ、涙からアップデートして、うん、涙が溜まるスピードを、まあ、早めたいと。あのマナ胸になっていればあのオートアタックすれば溜まると、うん、スキルを当てる必要がないというのが大きいですね、うん、ああディバインサンダラ、なんとミシック一番最初にできたのがジャングラーのスティールですか。2キル持っているというのがありますか。そしてミッドオープンシャドーバンテージからトップに対してのローム、リフトヘラルドまで残り4分の1という時間。さあいつも通りというような動き、デトネーションフォーカスミお得意の形です。キャノンウェーブです。シークレス選手は来てますよ。カバーに来てはいますが、打ち壊しからリフトヘラルドトップのファーストタワー狙いに行く形。さあシークレットが入りますが、リフトヘラルドはモーションに入る前に一度飛ばしたシークレット。ただピラーからモーションに入った。これではただ壊れません。なんとかシークレットのカバーでファーストタワーを守ることには成功はしましたが、ラスカルジェスター先手は取れていますから、フォーカスミーとしてが、まあ、してはリードを広げている形になりますね。ミッドのタワープレートもゲン選手がカバーに入って守りましたし、一方的にやはりフォーカスミーは得している展開になっていると思います。ロケットベルトがアリア選手これでできました。ただまあさすがにレベル13からですけどね、あかりまあ E 中にあとね、あの Q が使えないですからね、今ね。スキルコンボのバスダメージが、まあ、落ちましたからね。でもあれだけで消えるのかって
言われてましたけど本当に消えましたからね。ピック率ガクッと下がりましたね。勝率もかなり落ちましたし、 あとアルティメットの基礎ダメージも落ちましたからね。あ、確かに。またトップレーンです。もうデテンションフォーカスミーがトップサイドゲームというのを徹底できてますね。一方でラスカルジェスターはどこが中心なんでしょうね。これだとカウンターでボットに行くというのが一般的なようなアリアがでも見てましたよ。シークレットがボットに行くのが映っていました。ミニオンディナインしながら、あ、もうキナツはインナータワーの前です。まあ、一方でしっかりとソウル選手はユタポン選手をゾーニングしてボットのタープレートを2枚ほど削りましたかね。さあリキャップ、闇の波動をどう使うかですが、それを警戒してアリア踏み込みません。ちょっとこれキナツからすると援護くれよというような苦しいレーニングが先ほどからずっと続いてますから、 CS を落としてないのは見事ですけどね。本当によく耐えてはいるんですが、ただ苦しいだけという状況です。さあジェネシスブレード、いやー競争局のスネア、さあここで汚れの連鎖からの反転、ソーラーフレア、さらにはストップウォッチでゲームは時間を稼ぎますが、ここで1キル獲得、テレポートでキナツがバックラインへ、ゲームフラッシュアウトから健康一滴、1キル獲得したのはラスカルジェスター。さあそこからのフィナーレ展開どうなるか、リキャップがなぜかボディブロック。いやただここはうまく対応しましたね。デテンションワカサミはトップのアドバンテージを作り切ったのでボットも取り返して行こうという形にしたんですが、やはりアリスターがこういった状況だと強いですね。一応そのアリスターアルティメット打ってからトランドのアルティメット打つことで柔らかくはしたんですけど、さすがに硬いですね。硬すぎますね。ただこれソウル選手のスキルショットの正確性がなければ逃げ切れちゃいましたね。あわやというシーンでした。あとは、アリア選手がボットに寄るのがちょっと遅かったですかね。まあでもそれに関してはテレポートの部分がありますから、アリアはおお、ソロキル、 WA 賞の Q のダメージの計算完璧でしたね。いやー、これはいや大きいですよ。このソロキルは本当に大きいですね。ボットの球取れますからね。本当はこう1対1でイチャイチャしてほしいマッチアップですからね。そうですね、デテンションフォーカスミーカーすると倒されてはいけないマッチアップでしたね。さあボットタワーも取れる、レベルも2レベル差。さあ急いでリコール、ただその間にデテンションフォーカスミーはリフトヘラルド獲得です。これ結果としてラスカルジェスターはボットサイドで大きな優位作りましたから、チームのコンセプト通りの展開にはなってますね。そしてドラゴンのリードも取れていると。さあ何のドラゴンが3つ目で出るかですが、トップレーンでは仕掛けているかキナツ。しっかり出たらシークレス選手が肩入ってますね。さあ満点ドレイク獲得、ラスカルジェスター、ソウルはオーシャン。バーストダメージが赤いぐらいしかないことを考えるとオーシャンソウルはかなり効きそうですね。しかも硬いチャンピオン3体いますからね、ラスカルジェスターは。さあセカンドリフトヘラルドは持っていますデトネーションフォーカスミー。ただここまではいい、ラスカルジェスターかなりいい形には見えますが、ゴールドではデトネーションフォーカスミーが上回っています。300ゴールド差。ここで今回リキャップ選手がソーサラーシューズとールーデンテンペストという非常に、パースパイクの速いビルドにしてますから、ここでシンドラを交えた少数戦というのは一つ狙いたいポイントになりますね。ただドラゴンもない、リフトヘラルドもない、どこで起こすんですか。ミッドのプッシュから、まあ、サイドのタワー破壊しに行くところというのが狙いかなと思いますね。そうなるとトップサイド、ただ体を当てに行くという意味ではデトネーションオカスミが狙いに来るボットサイドになるでしょうか。おお、シンドラ合流しましたね。しかもボットサイドにスタンバってるところを見るとやはり少数戦を起こしたい。そしてそのボットサイドのキナツに、トップサイドにはラスカルジェスターカウンタープレートしちゃいってない。ここで必ず集団戦で勝つと、そういった動き、おっと
なんだこれ、分かっているかのような、なんだよそのステップはというような状況。さあ入った瞬間にスタンにかかるスライス&ダイスで逃げ切ることが成功。そのカウンタープレー、さあリキャップ、まずはハチャメチャの仕掛け、ユタポンをフラッシュアウト。いやこれはツーマンスターン、ただそこに合わせるプレイヤーがやはりラスカル実際いないか。キナツが強引に合わせようとしますが届かないか。ティラー、またしてもスローが重い。狙い通りのプレーはラスカルジェスタできましたが、キルは拾えない。リキャップ選手が自分のポジションを隠すためにブッシュで隠れているがちょっと後ろだったんですよね。それもあって味方と合わせるのが少し速度にはできませんでしたね。多分体力のアドバンテージを取ってはいる。ここでシージをしていきたい。ハマりはしなかった。ちょっとヒヤッとしました。リキャップ逃走局、ここはボディブロック、闇の肌のスタンでいいダメージが出ているぞ。さあこの時間やはりリキャップ装備が整っているので強い。もう一度 CG 継続していきます。さらにはピラジェニスブレード、そこに合わせてリキャップを狙いに行きますが、シークレットのカバー素晴らしい。アリアが横からというシーンでありますが、ハチャメチャがしっかりと見ていました。キル獲得したのはラスカルジェスター、キナスです。今回もラスカルジェスターのドラフト通りの動きができてます ねアリスタを選択したことが効いてますし、リキャップ選手のルーデンテンペストを操作しようと、このアイテムのパワースパイクを生かすために、ミッドのファーストターンにプレッシャーをかけるというところもしっかりとはまってますね。見事ですね。さあこれで重要なミッドラウタータワー、そしてタワーのリードをラスカルジェスターが初めてこの BO5 で作ったと。そうですね、ミッドファーストターン先に破壊したのが初めてですね。はい、ターンのリードも初ですね。現在2本、デトネーションカスミは1本という状況です。そしてソウル選手が赤月の刃にしたのは、まあ、明かり対策でしょうね。いや、なんだったらいろいろ欲しいですよ、対策アイテム。そうですね、はい、ナイトエッジとかも欲しいですしね。そうですね。さあ20分バロンという時間ではありますが、おリフトヘラルドは時間切れです。ミッドに出しました。有効活用ではないですね。仕方なくですね。まあでもそれだけでラスカルジェスターが追い詰めていると、そう言えると思いますね。やはりちょっとこの時間帯はまだプレッシャーがないですね。特にやはりそのアリア選手がゲーム1ゲーム2と比べると存在感がないですね。もう一度奨励の柱からアタックはできない。汚れの連鎖、ダブルキルノックアップ、何もさせず、キル獲得したのはこれはソウル。また場所は当たらず、扱いがないですね。いやーソウル見逃しませんね、ポジションミスを。これバロン触って引きつけますか。面白いですが、ちょっと意見が分かれてるようにも見えますね。ドラゴンもあと20秒で上がるんですよ。そうなんですよね。オーシャンドレイク、おっとメッドギリ合わせましたが、ここは合わなかったようですね、スキルが。あ、カニのコントロールを優先したんですね。あ、なるほど。その間にドラゴン前の視界を取られないように抑えていたという形ですか。狙いはやはりドラゴンと。そのようですね。おっと一人で触りに行っているハチャメチャ。コントロールワードを置き直したせいで重要なポイントにコントロールワードがなくなりましたが、リキャップ警戒できるか。警戒できましたね。さあこれでスティールに魔力の本流からフラッシュにメッタ切り、いやー決めました。リキャップしっかりと警戒できています。ラスカルジェスタかなりいいテンポでここまで試合を進めています。3つ目のオーシャンドラゴン獲得。アリア選手はずっとソウル選手に見られていて横に入れませんでした。これ体力のアドバンテージ握っているということも考えても、そうですね、バロン行っていいですよね。ソウル選手はアルティメット上がってますから反撃もできます。なんだったらこれユタポンのフラッシュもないのが分かってるでしょうから。ラスカルでした、コントロールワードへのテレポートなので見えてますね。さあバロン残り7戦、視界はデトネーションフォーカスミやって今からです。エビのゲージは半分ほど、これはバロンは取れるぞ。ラスカルでした、その後が大事になってくる。送信シュルケン集めながらリキャップはしっかりと見ているのはアリア。ソーラーフレアル止まったがすぐさまクレンズボディブロックしに行った形。さあバロン獲得したラスカルでした。メガナーもいい形で入ってはいますが、それでも3名持ち帰ることに成功するかどうか。成功しない。アリアがキル獲得、そして生存、なんと4キル獲得でドネーションフォーカスミー。嘘だろ。バロンカルスピードがちょっと遅かったのはやはり DPS のなさですか。
いやーこれでミッドのアウタータワー獲得にもつながります、デトネーションフォーカスに。ただバランデータゴールドを考えると、まあ、ラスカジさん悪くないですけど、エビ選手が、まあ、ダメージを受けたことによってゲージが溜まってしまいましたね。あああとは、まあ、真っ先に入った、まあ、レオナのゲン選手に対する対応というところでシークレット選手がメガナに対してのスキル使えなかったですね。ブルーチームのダブルキル。さあこれでゴールドイーブン、200ゴールド300ゴールドほどラスカルデスターが有利。ラストチームファイト、なんでしょうね、エビのダメージはほとんどアルティメットだけのような、そんな感じがしますね。そしてトポン選手はロングレンジからダブルとアルティメットと。まあでもこれバロンのデバフもありますからね。おっと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 、プラスセルクの怒りからの反転。ただエビは応戦する、スティールも近くに寄っていますから、ラスカルデスターどうするか。はちゃめちゃ人形悪い、おっと人形悪くなったぞ。いやただソウルが寄ってきて、ケガルのレーサーここはストップウォッチでの解除。ただシークレットがおとりになって、これで1キル獲得したのはデトネーションオーカスミ。キラツは今だに耐えるかな。ソーラーフレアど真ん中、ソウルどうする、フラッシュはない、なんとかはちゃめちゃがカバーして、いや闇の波動から素晴らしいリキャップの開始。これで1-1トレード、両サポートのトレードですし、唯一バロンバフを持っているレネクトンが帰らされてしまいましたから、時間を浪費されたということを考えるとデトネーションフォーカスミーが有利なトレードになっていると思いますね。よくそのエビ選手のその距離感の取り方完璧でしたね。本来ラスカルジェスターとしてはバロンバフを唯一持っているキナツ選手を軸にタワーを取っていきたかったんですけど、そこをしっかりとエビ選手が個人技で崩しましたから、ここでリキャップ選手の対応もなければスイープされてましたね。ここで決まったかなと思いましたけど、ここははじめ選手のリカバリー、まあ、カバーが本当に見事でしたね、あそこのリシのキックのことも考えてオールインができなかったというところでしたね。今アリエ選手が下に目に狙う、ブルーバフが悲しみを背負いました。バルスかシンドラかでどっちかでよかったんですが取っちゃいました。おお、エアフルウィン、ラスカルデスター 75%、 ドラゴン3つが大きいんじゃないですかね。確かに、でもなんかちょっとグラフが上に傾きつつありますね。さっきのまあバロンファイトのところで4球取られてしまったことというのもありそうですね。ラスカルデスターとしてはこのドラゴンで勝負しますか。してもいいと思いますが、ちょっと気になるのはリキャップ選手、ハチャメチ選手、木野選手のフラッシュが間に合いそうにないことですね。ギリギリ間に合いますかね。ああ確かにソウルは間に合いそうですが、ただもうすでにポジションを取っているのはデトネーションフォーカスミーです。んー、おっとソウルリコール、お間に合いそうですね。ドラゴンが湧いて2秒後にフラッシュが上がりますね、リキャップ選手。なるほど、なのであれば勝負していいと思います。アリア選手のフラッシュないですからね。あー確かに、あーここは渡せない、デトネーションフォーカスミーとしても渡せない。フォーカスミーとしてはファイトはリソースの差で厳しいので、すぐさまドラゴンを触るしかないです。なるほど、さあ氷霊の柱時間を稼いで、いやー闇の波動いいダメージだ。ゲンがもう一度前、キナツがタンク、キナツは一旦下がります。ソーラーフレアはスタンにはなっていません。ケガルの連鎖、いやーまたソウルだ。ここも氷霊の柱を使って距離を取ります。レネクトのテレポートがありますね。それを狙ってます。ただテレポートのワードが、あーバロン、あ、いやドラゴン前にありますね。あーただミッドに合流優先しましたね。そのようですね。さあ時間を稼ぎながらドラゴンラッシュがしたい。ただそれが分かっている。一気に距離を詰めていくのはハチャメチャ、いい接近か。あーシークレットがちょっとミスりましたが、リカップがしっかりとスタンを当ててシャットダウンを持っていったのはラスカルです。さあアリアがキルを狙いに行きますが、いるぞ、それしっかりと対応しています。これで4キル獲得、そしてオーシャンソウル獲得、ラスカルジェスター。ハチャミラ選手の素晴らしいキック、シークレット選手があわやというところでしたが、レキャップ選手が見事カバーしましたね。焦りましたよ今のは。ちょっと初めてシークレット選手がやっちまったなと思いましたけどブルーチームのタワーが破壊されました。しかもこれバランも
取れますよね。一応タイマー、デスタイマー的には間に合いそうですが。さあリプレイです。いやここは八戸選手見事ですね。まあ求められてるプレーですよね、はい、完璧ですね。いや本当にリキャップ選手がフラッシュインしてなければ、いや届いてないですから、届いてないですね。本当にいいタイミングでフラッシュインしましたね。さあ、にはここシークレス選手がエグゾーストを聞いてますね。で、届く。あ、バロンはどうやらしなかったようですが。ただ、このオーシャンソロは大きいですね。そうですね。先ほどから見ても分かる通り、フォーカスミ、バーストダメージは明かりしかないですから。睨み合いのところからのラスカリさん、オーシャンソウルのパワーというのはかなり効くと思いますね。またどうですか、落ち着いてトップのアウターから狙ってもいいようかな。まずはそうなると思いますね。あ、落ち着いてますね、ラスカリでした。さあトップのアウターから、さあこれで4本目タワー。おっとリキャップはここでリコール、ストップウォッチは持ってはいますが、何のアイテムが、ボイドスタッフにアップグレードですかね、もしくはワンドですか。おお、テレポート、ワンドですね。ワンドだけ買って、まあ、ここ勝負って考えてますね。なるほど、当てた。さあ、けがれの連鎖、ソーラーフレアで返しますが、ノックアップから1キル獲得したのはラスカルでした。そこから連鎖していく形、アリアは全くもう後衛に届かない。リキャップのスタンはこれはうまくエビがフラッシュで避けましたが、メガナーの返しは決まらず、さあこれで2キル獲得、ラスカルでした。さらにはスティールを追いかけているのはラスカルでしたの面々、なんとか強烈な柱を使って距離を取ろうとはしていますが、リキャップ VS ユタポンでもリキャップが勝って、そしてハチャメチャがこれでキルを取って4キル獲得したのはラスカルでした。アリア選手しか残っていません。デスタイマーを考えるとミニオンも溜まってますし、いや今の集団戦ハチャメ選手ずっとアリア選手を見てましたね。素晴らしい働きでした、さああとはもうバロンを触る必要がないと、エンドゲームを狙いに行きますラスカルでした。もうすぐさま迷いはない、タワーダメージをシークレットが受けながらアリアへのフォーカス、いやこれはゲンゲのフォーカスです。さらにはハチャメチャ真の視界を得ているので煙幕に隠れても見えている。結構一滴が痛すぎる、泉に下がりました。なんということでしょう、先に王手をかけたのはラスカルジェスターとなります。大きなポイントだったなと思うのはユタポン選手をソウル選手がソロキルしたシーン、あそこが本当に大きなポイントだったと思います。そこまではトップのアドバンテージをデトネーションフォーカスミーが取っている中でカウンターでボットのリードというのをラスカルジェスター取れてなかったんですよね。ただあそこでソロキルしたことによってバルスのリードというのが確固たるものになってボットのリードが確定した。で、ラスカルジェスターの得意なボットサイドゲームというのができたと。あれがなければ展開としてはデトネーションフォーカスミーが一方的に有利を作っていたと思います。ここでずっとハチャメ選手がアリア選手を見てるんですよね。これでソウル選手とリキャップ選手はほとんどこうフォーカスを受けることなく集団戦の仕事ができると。いやリキャップ選手素晴らしいですよね今のステップいやダメですよこのダメージ。ちょっと集団戦のリキャップ選手の心臓のパフォーマンスがずっと高いですね。いや下馬評を覆してラスカルジェスターがなんと先に王手。あこれは本当にそのメタ的にはトップサイドゲームをするチームの方が強いのかなと思っていたんですけど、やはりラスカルジェスターのボットでは一足違いますね。ちゃんとなんでしょうキャリーしますよね。あと1個だけ言いたい、やっぱり明かりじゃなかったですって。ライズでしたってこれみんな思ってますって。ライズかオリアナだと思いますね。でしょ、はい、明かり全く怖くなかったですもんね。何だったんですか。まあなんかフォーカスミーって BO5 中に一度こういうのをやるじゃないですかあれカサディンじゃなくてよかったよなとか、はい、そうですね
これがその試合だったのかもしれないですね。3ゲーム目でやることじゃないと思いますけどね。僕もそう思います。いやでもラスカルデスタが先に王手です。プレッシャーをかけているのはラスカルデスタ。ゲーム4どうなるのか楽しみですが、ここでインターバルです。一旦失礼いたします。まあでもそれに関してはテレポートの部分がありますから、アリアはおお、ソロキル。やはりリキャップ装備が整っているので強い。もう一度 CG 継続していきます。さらにはピラジェニスブレード、そこに合わせてリキャップを狙いにしますが、シークレットのカバー素晴らしい。アリアが横からというシーンでありますが、ハチャメチャがしっかりと見ていました。キル獲得したのはラスカルでした。キナスです。もう一度奨励の柱からアタックはできない。ケガレの連鎖、ダブルキルノックアップ、何もさせず。キル獲得したのはこれはソウル。この後が大事になってくる。更新シュルケンを集めながらリキャップはしっかりと見ているのはアリア。ソーラーフレアで止まったがすぐさまクレンズ、ボディブロックしに行った形。さあバロン獲得したラスカルでした。メガナーもいい形で入ってはいますが、それでも3名持ち帰ることに成功するかどうか。成功しない。アリアがキル獲得、そして生存、なんと4キル獲得。デトネーションフォーカスミー、嘘だろ。どういう予想しましたね。そのようですね。さあ時間を稼ぎながらドラゴンラッシュがしたい。ただそれが分かっている。一気に距離を詰めていくのはハチャメチャ。いい接近か。シークレットがちょっとミスりましたが、リカップがしっかりとスタンを当ててシャットダウンを持っていったのはラスカルでした。アリアがキルを狙いに行きますが、いるぞ。それしっかりと対応しています。これで4キル獲得、そしてオーシャンソウル獲得、ラスカルジェスター。待てた。さあケガルの連鎖、ソーラーフレアで返しますが、ノックアップから1キル獲得したのはラスカルジェスター。そこから連鎖していく形。アリアは全くもう後衛に届かない。リキャップのスタンはこれはうまくエビがフラッシュで避けましたが、メガナーの返しは決まらず。さあこれで2キル獲得、ラスカルジェスター。さらにはスティールを追いかけているのはラスカルジェスターの面々。なんとか強烈の柱を使って距離を取ろうとはしていますが、リキャップ VS ユタポンでもリキャップが勝って、そしてハチャメチャがこれでキルを取って4キル獲得したのはラスカルジェスター。さああとはもうバロンを触る必要がないと。エンドゲームを狙いに行きますラスカルジェスター。もうすぐさま迷いはない。タワーダメージをシークレットが受けながらアリアへのフォーカス、いやこれはゲンゲのフォーカスです。さらにはハチャメチャ、真の視界を得ているので円幕に隠れても見えている。結構一滴が痛すぎる。泉に下がりました。なんということでしょう。先に王手をかけたのはラスカルジェスターとなります。